内外は、日本鎖 RNA と双方的な、塩基配列を持つメッセンジャー RNA が分解される現象。内包は、この現象を利用して、人工的に日本鎖 RNA を導入する、ことにより、任意の遺伝子の発現を抑制する手法。アンチセンス RNA 法やコサプレッションもないの一、形態と考えられる。通常、遺伝子の機能阻害は、 染色体上の遺伝子を破壊することで行われてきた。しかし、内包は、このような、煩雑な操作は、必要なく、塩基配列さえ知ることができれば合成した、RNA を導入するなどの簡便な手法で、遺伝子の機能を調べることができる。ゲノムプロジェクトによって、全員基配列を知ることのできる、生物種では、逆遺伝学的解析の速度を上げる。 大きな要因の一つともなった。一方、完全な機能喪失とはならないこと、人食い的な影響を考慮する必要があることなどの問題もある。1998年にアンドリュー・ファイアー等は、線中の一種である、モデル生物のシーノーラブディティス・エリゴンスを用いて、センス差とアンチセンス差の混合 RNA が、それぞれの単独 RNA より大きな阻害効果があることを示した。 この効果は、標的メッセンジャー RNA とのモル比などから、単純にアンチセンスさが、メッセンジャー RNA に1、1で貼り付いて阻害するのではなく、何らかの増幅過程を含むか、酵素的活性を持つことが予想された。その後、ライボーニクリース3の一種であるダイサーによって、長い日本腐り RNA が、セルナと呼ばれる21から 23NT の短い、3? 突出型2本ぐさり RNA に切断されること、セルナといくつかのタンパク質からなる RNA、タンパク質複合体であるリスク複合体が採用されながら、相補的な配列を持つメッセンジャー RNA を分解することが分かってきた。2001年には哺乳類の細胞でセルナを導入することで、それまで問題となってきた2本ぐさり RNA 依存性プロテインキナーゼの反応を 回避することができた。これにより、遺伝子治療応用への期待が高まっている。内気候は、酵母から人に至るまで多くの生物種で保存されている。その生物学的な意義としては、ウイルスなどに対する防御機構として進化してきたという仮説が提唱されている。さらに、染色体再構成などにも関わる可能性が示され、またストナなど、 作用機構の一部を共有する、ミナが発生過程の遺伝子発現制御を行っている、ことなどが明らかとなり、小分子 RNA が果たす機能に注目が集まる、きっかけの一つとなった。また、酵母を用いた研究では、染色体のセントロメアやテロメアの、ヘテロクロマチン形成にないの機構が関与していることが、報告されている。年、アンドリュー・ファイーとクレグ・メローは、 内発見の功績より、ノーベル生理学、医学賞を受賞した。戦中、国主ともどき、波天刀、和文ゴキブり、コオロギ、白アリ、コウボイネシロ稲、白犬ズナ、タバコ、ショ,ウジョウバエ。ありがとうございます。